開店を待ってたんだよ。冒険者の人から評判を聞いててね。ゴブリンの汚れまで落とせるって言うんだから、ちょっと試してみようと思ってね。お値段も手頃だし嬉しいわ。ありがとうございます。カルラさん、カルムさん、ここはお願いします。洗濯物を運ぶのは全て僕がやります。これが嬉しい悲鳴というのだろうか。僕たちはこの後、ひたすらに働き続けたのだった。お疲れ様でした。みんなもお疲れ様。お客様、すごい数でしたね。はい、全く想像していなかったので驚きました。休む間もなく。二人とも全然休憩してませんよね。はい。すみません、気づかなくて。これはやばい、ブラック企業なんて絶対にダメだ。僕の前世にかけて。すぐに人を増やそうと思います。交代で休憩を取るとして4、6人ほどでしょうか。そうですね。おそらくこの店の噂が広まったら、さらにお客様は増えるでしょう。商業ギルドに相談すれば、すぐにでも雇用できる人材を紹介してもらえると思います。わかりました。では今から早速商業ギルドに行ってきます。お願いします。お二人は売り上げの集計が終わったらゆっくり休んでください。お疲れ様でした。どうだったい、初日は。予想以上の大繁盛でてんてこまいでした。繁盛すると思っていたが、そこまでとは。さすがの私も予想してなかったね。で、ここに来たわけは人手の補充かい。さすが話が早いですね。伊達に長年ババアやってんじゃないよ。長年ババア。わかった、人を集めておくよ。誰を雇うかはあんたが決めな。はい、ありがとうございます。そんなにお客さんが来たのかい。大成功だね。いえ、成功かどうかはまだわかりません。せっかく来てくれたお客さんをがっかりさせたらおしまいです。何度も利用してくださるように頑張りたいと思います。きっと大丈夫ですわ、リョーマさんなら。一度町の警備隊の宿舎に行ってみるといいよ。え？あそこは男女帯だから洗濯物が溜まってるはずだよ。定期的で安定した収入になるかもね。そうします、ありがとうございます。疲れてるだろうから早く休むといい。はい、慣れないことをしたのでさすがに少し疲れました。リョーマさん、おやすみなさい。おやすみなさい、お嬢様。